Hello, 皆さんこんにちは。ビーガンエリーです。今日はイギリスの伝統的なクリスマスランチのビーガンバージョンを食べに行きたいと思います。ここは 100% ビーガンのカフェで、普段はお客さんに作るんですけど、今日は特別にクリスマスディナーをやっているので入ってきます。まずはマルドワインが来ました。マルドワインっていうのは赤ワインを温めていろんなスパイスを入れたクリスマスにイギリスでよく飲む飲み物です。もちろん赤ワイン自体もヴィーガンです。もともとワインってヴィーガンじゃないのっていう疑問を持たれる方もいらっしゃると思うんですが、ワインっていうのは実はフィルターを通す作業をするファイニングっていう作業の時に動物性のものを使っています。使われるものとしてはまずカゼイン、牛乳から取れるタンパク質、あと卵白、あとゼラチン、これは牛肉や豚肉から取れたタンパク質でできています。あとは魚の浮き袋、この4つのどれかを使ってファイニングというプロセスが行われています。ただ最近ではちゃんとヴィーガンマークがついたワインも増えていて、ヴィーガンワインはベントナイトとか炭を使ってファイニングというプロセスが行われています。ビールもワインと同じでやっぱりファイニングのプロセスで動物性のタンパク質を使うことがあるので、ちゃんとラベルをチェックしてみてください。テーブルに置いてあるこれはクラッカーといって、クリスマスのディナーテーブルではイギリスでは欠かせないものです。どうやって使うかというと、本当は隣に座ってる人とこうやって持つんですけど、今日は2人しかいないので何が入ってる、大体入ってるものは一緒で、ジョークと塊に乗せるやつが入ってます。ジョークはもう分かりにくいんですけど、 What bee can never be understood? A bumblebee. Bumblebee とかけて bumblebee。 もう一個のね、あと大体これはこうやって広げて頭に乗っけて、みんな着ながらこれをつけながらディナーを食べます。あと今回のクラッカーにはハンバーズっていうゲームも入ってて、ここに書いてある歌を鼻歌で歌って相手にクイズで出すみたいです。じゃあ行きます。イギリスの伝統的なクリスマスランチはかなりお肉がメインで、七面鳥の中にいろんなハーブとか野菜を入れてグリルしたものとか、ピークスンブランケットって言って、ブランケットにくるまった豚っていう本当にひどい名前のお料理もあって、それはソーセージをベーコンで巻いたというかなりイギリス的なシンプルな料理なんですけど、そんな風に本当に肉の料理が多いです。日本ではクリスマスはカップルで過ごすことが多いと思うんですが、イギリスではクリスマスに実家に帰って家族全員でクリスマスランチを食べます。なのでヴィーガンのイギリス人はクリスマスに家に帰るのが怖いっていう人が多いです。お肉の料理が多いディナーテーブルの中でヴィーガンとして一人孤独を感じてしまったり、ヴィーガニズムに関して家族と喧嘩になってしまったりなど、みんな結構辛い経験をしています。なので今日はイギリスの伝統的なクリスマス料理をヴィーガンバージョンにしたということで、どんな内容なのかかなり楽しみです。このクリスマスの家族とのディナーなんですけれども、日本でいうと多分お正月の帰省と似てると思います。これまでいろんなヴィーガンの方とお話しする機会がありましたが、みんな口を揃えて言うのが、ヴィーガニズムを家族に理解してもらうのが一番大変だということです。やっぱり家族になるとこれまでの長い歴史と付き合いがあるので、いきなり全く違うライフスタイルにしたということを宣言するとすぐには理解してもらえないみたいで、宣言をするときにもしそれがもうお祝いの食事の場である場合は、他の人が食べている動物性のものを指摘するのではなくて、
自分がなぜ個人的にヴィーガンになったかっていうお話をシェアすると理解してもらいやすいと思います。私は個人的にはお祝い事の特別なディナー、特別なお食事の時にはそのお食事の間にそのようなディスカッションをなるべくしなくていいように事前にお知らせしておくようにしています。まず私が大切にしていることはどれだけ自分がその席に参加したいかということを強く伝えることです。とっても皆さんのことを大切に思っていてその席に参加したいです。ただ自分はヴィーガンなのでもしヴィーガンのオプションを同意していただけるととっても嬉しいです。もしご理解いただけたら本当に感謝しますっていう感謝の気持ちとその席にとっても痛いんですっていう気持ちを伝えておくと理解してもらいやすいんじゃないかなと思います。ここから音声が途切れてしまったのでナレーションで説明します。まずこれがビーフウェリントンといってクリスマスにイギリスでよく食べる料理です。普段だったらパイ生地の中に牛肉とハムを詰めた本当に肉々しい料理なんですけれども、今回はマッシュルームと豆を代わりに詰めているそうです。あと Pigs in Blankets、 今回は豚肉の代わりにヴィーガンソーセージの周りにグリルしたナスが巻いてあります。あとはブラッセルスプラウツといってキャベツのミニバージョンみたいな野菜で、イギリスでは冬になるとよく食べられる野菜です。そしてこの真ん中にあるのがグレイビーです。普段だったら肉汁で作ってあるのですが、今回はお野菜のスープで作ってあります。どのお料理もコクがあって本当に美味しかったです。そしてデザートに出たのがイタリアのクリスマスケーキ、パネットーネというものです。バターを使ってるかのようにバタリーな香りがして、シナモンとかも使ってあって、とっても美味しいです。このように伝統的なお食事もヴィーガンバージョンにできるっていうことを広めていくのはとっても大切なことだと思います。必ずしも長い間ずっとこうしてきたから伝統だからそれが正しいっていうわけではないと思うので、このように新しいスタイルの地球にも動物にも人間にも優しい伝統料理ができるっていうことを体験できて嬉しかったです。これからもヴィーガニズムとかエシカルライフスタイルについてどんどん発信していこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録をお願いします。